アーカムホームページはユーザーの皆様が最初に訪れる場所で、ウェブサイト内の機能へのリンクを見つけることができます。それでは見てみましょう。アーカムのプラットフォームに入るとホームページに移動します。左上にあるアーカムのロゴをクリックすると、いつでもホームページに戻ることができます。上部バーにはダッシュボード、アラート、ビジュアライザー、オラクル、インテルエクスチェンジ、トレーサーなど、アーカムの各主要機能へのリンクがあります。 中央には検索バーがあり、アドレス、エンティティ、トークンのページを検索することができます。右側には a r c a m の個人プロフィールへのリンク、招待ダッシュボード、プライベートラベルダッシュボード、API サインアップフォームへのリンク、様々な言語のドロップダウンリスト、そして a r c a m のユーザー名、表示名、パスワードを変更できるプロフィール設定ページがあります。ホームページの中央には大きな検索バーがあり、プラットフォーム内を移動するために使用できます。 ENS 名、OpenC 名、Twitter ハンドル、または単にウォレットアドレスを直接コピーペーストしてアドレスとエンティティを検索します。検索バーの下には a r c a m に関する有益な最新情報が3つのパネルで表示されています。左側にはトレンドのトークンとエンティティが表示されます。 トークンについては現在の価格、取引量、時価総額などの基本情報が、エンティティについては完全なトークンポートフォリオと純資産が表示されます。それぞれをクリックすると関連するトークンのページやエンティティのプロフィールが表示されます。右側には a r カム m がサポートする全てのチェーンで検出された最新のトランザクションが表示されます。 このトランザクションログは a r c ム m 上の他のトランザクションログと同様にフィルタリングすることができるため特定のトランザクション意識を簡単に確認したい場合はここで行うことができます。